では次に移りたいと思います。私は、ボディパーツ 3D アナトモグラフィーの紹介をさせていただきたいと思います。ちょっと時間もしているようなので、私の方の説明は軽く説明をして、皆さんに実際にこちらのサービスを使ってもらうことを重点的にやっていきたいと思います。一応、今計画していることは、まず最初にボディパーツ 3D の、とアナトモグラフィーの説明を軽くいたしまして、それから利用事例がどんなふうにみんなが使ってくれているかということを少し説明して、それからボディパーツ 3D の特徴についてちょっとお話しさせてもらいたいと思います。こちらの3つを軽く紹介して、皆さんに、実際にこちらのサービスを使って、実施をしていきたいと実施をしていってもらいたいと思っております。まず最初、ボディパーツ 3D とは何であるかということなんですけれども、こちらは人体の各部位、各部位っていうのは臓器ですね、目とか膵臓とかそういうことの臓器の位置や形状を 3D のモデルで作って、それの、一つ一つのパーツを全身集めてきたもののデータベースのことをボディパーツ 3D と言っています。計算機技術としてはポリゴン、よく CG の世界でとかに使われているポリゴンモデルを採用しております。ポリゴンモデルとは何かと言いますと、小さい三角形を集めまして、ねぶた祭りのねぶたのような三角形をこうくっつけまして、それをコンピューターの目で3次元形状を表す技術です。こちらのただあとボディパーツ 3D は、こちらの図になっているんですけれども、どうしてこういうあれですね、この臓器の位置であるとか形であるとかいうことはこういう方ポンチ絵でも分かるんですけれども、こういうふうなポンチ絵ですと、ちょっと科学の世界であるとか医療で使っていくのにはちょっと情報量として足りない。ですので、例えば、人間の体はいろんなところで複雑なんですけれども決まっているところがありまして、太い血管がどこで分岐するとか、あと肝臓の位置がどこに、骨に対してどこの位置にあるとか、そういうところが細かく決まっていますので、そういうことを、そういう解剖学に知識に基づいた形を詳細化しなければなかなか科学の分野では使えない。また逆にだったら、こういうふうな解剖したものの写真を集めてきて、一つに集めればいいんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、またそうしますと、人や人間とかコンピューターがこの形であるとかこの領域を理解するのには、その形がの領域であるであとか、その形の領域に対してその領域が何という名前を持つかっていうことを、名前をつけてあげないとなかなか理解できないんですね。ですから、ボディパーツ 3D では 3D の一つ一つの形状を、コンピューターで作りまして、その形に対して名称をコンピューターに定義付けてあげることによって、こちら領域と名称を定義することによって、コンピューターの中で人体の 3D モデルを再構成していろんな用途で使っていこうという目的で作られたサービスです。また、次にアナトモグラフィーについてなんですけれども、アナトモグラフィーの名前の由来はアナトミーという解剖学という意味と、あとマンモグラフィーとかフォトグラフィーとかよく使う、そういった目に見えるものにするというような意味で使われているようなサフィックスのグラフィーを足し合わせて作った我々の造語です。では、先ほどボディパーツ 3D のデータはポリゴンであるって説明しましたけれども、ポリゴンというのはこのデータだけですと三角形の頂点の座標の集まりでしかないんですね。そうしますと、人間はこの座標の集まりを形として認識することはできませんので、それをレンダリングをすることによって、レンダリングをして人という形に投影された画像という形にすることによって、我々人間は理解することができるようになるんですけれども、それの、こちらポリゴンデータを入力して
このポリゴンのデータを画像にしてくれるソフトがアナトモグラフィーと我々は呼んでいます。こちらでアナトモグラフィーでは解剖学用語を選択して自由に人体のモデル図を描くこともできますし、また視点やズーム、色透明度などを自由に設定することもできます。ですのでこちらのデータは 3D ですので、自分の見たい臓器を見たい角度で見ることができます。ではポリパーツ 3D の場所ですけれども、先ほど説明のありました統合データプロジェクトの、ツール解析サービス、もしくはこちらのバナー、もしくは、そのまま URL をクリックしていただきますと、ボディパーツ 3D のページに飛びます。ボディパーツ 3D とアナトモグラフィーのインターフェースについて軽く説明させていただきたいんですけれども、多分、先ほどのURL をクリックしますとこのようなページに飛ぶと思うんですけれども、こちら、3箇所4箇所に大体分かれておりまして、一番左のところは、解剖学用語が、並んでおります。でこの真ん中の部分はこの用語に対するアイコンになっておりまして、この用語だけでなくその形を実際に見ることが同時に見ることができます。でこちらの部分は、この用語に対する詳細データ、詳細な情報です。例えば英語であるとか、あとは、こちらの、例えば心臓なら心臓と、心臓の下に、左肺、右肺があるとか、そういう親子関係とかをここで見ることができます。で、こちらの解剖学用語に関してはこちらの検索窓から検索することもできます。この下の部分はパレットという場所になっております。次にアナトモグラフィーのインターフェースなのですけれども、こちら、ボディパーツ 3D の隣をアナトモグラフィーをのタブをクリックしていただきますとこのように画面が出てくるんですけれども、こちらは3つの場所に分かれておりまして、一番左の部分は、サンプル画像やイメージコントロール、ウィンドウコントロールの、コントロールのタブになっております。このサンプル画像というのはここに見えているこのサンプル画像のことで、イメージコントロールというのは こちらのイメージ、レンダリングされた描画された絵を回したりであるとか位置を移動するとかそういうことができるようにできるところです。あとウィンドウコントロールの場所っていうのはこのウィンドウの大きさを変えるであったりとか、このバックグラウンド今白になってますけれども透明にするとか黒にしたりとかすることができるようになっております。この真ん中はここでは見て分かると思うんですけれども、レンダリングされたイメージが出てくるところです。この場所でも、この、臓器を回すとか移動するとかいう操作もできるようになっております。一番右のこの欄では、入れや透明度の設定やコメントの挿入などをできるようなタブが並んでおりまして、並んでおりまして、こちら、後で細かく説明しますけれども、パレットであるとか臓器をピックするであるとか、あとレジェンドっていうのは、いろんなコメントを こちらの画面に挿入できるような、タブなんですけれども、そんなことができたりとか、あと臓器をこちらでも臓器を、検索することができます。それではボディパーツ 3D アナトモグラフィーの使い方なんですけれども、まずさ、こちらはとても簡単に描画することができまして、2つのステップで、描画することができます。まず最初にこのように手順1ではこのようなアイコン、もしくはこちらの解剖学用語になるんですけれども、こちらのアイコンをこちらのパレットと先ほど呼んだところにドラッグしていただくか、こちらの解剖学の用語の方をクリックしていただきますと、クリックしていただいてこの2つ目のステップでアナトモグラフィーというタブをポチッと押していただけますと、
このように描画ができます。こちら細かいことは後で実習で、皆さんにやっていただきたいと思います。では次に利用事例についてお話しします。こちら、そうですね、先ほど、私たちの、ものは、臓器の領域が定義してあるっていうふうにコンピューターに定義してあるって言ったんですけれども、そのためにいろんな、その臓コンピューターの臓器の形を使って、それをみんなで共有したりとかいうことができます。でその形状や位置の表現伝達確認ということで、このような、他にもあるんですけれども、大体このような使われ方を今のところしています。まず最初、これ言っときますけど、こういうのは私たちが姑息にあとちまちま作ったものではなくて、どこかのユーザーさんが作ってくれたものです。まずこれはウィキペディアの挿絵の中でマノトモグラフィーが使われたという実例なんですけれども、解剖学ウィキペディアの中ではもちろん、解剖学のエントリーもありまして、こちらは消化体という脳人の中にある器官について説明されたページです。こちらのページを見ていただきますと、このように消化体とは何であるかということが説明してあるんですけれども、この部分に消化体の場所についての説明がちょっとされています。脳の中央にあって2つの大脳半球の間に位置し、2つの視床体が結合する溝に挟み込まれているというふうに書いてあります。多分専門家の方が読めばすぐ分かるんですけれども、なかなか一般の人がこれを読んでどこにあるのかっていうのはちょっと分かりにくいと思います。なのでこのようにちょっと小さいんですけれども、このようにこれとこちらはアナトモグラフィーの画像なんですけれども、こちらをこちらに見ていただきますと、消化体っていうのは消化って松の実って書くんですけれども、松の実のような形をしているんですね。でそれちょっとこれ、もしよかったら後で見ていただきたいんですけど、大きくしたら分かると思うんですけれども、松の実のような形のものが大脳半球の間にあって、ここ赤くなっているところですね、間にあって、視床っていうのはここにちょっと見えているんですけれども、視床の溝に挟まれているっていうことがこの図から分かる、すぐに理解することができます。あとこちらはアナトモグラフィーで使っできた画像を動画にしてくれたユーザーさんがいまして、そのユーザーをウィキペディアコモンズにアーカイブしてくれたという事例です。こちらはウィキペディアコモンズ皆さんご存知だと思いますけれども、ウィキペディアコモンズのサイトに行っていただきまして、こちらボディパーツ 3D で検索していただきますと、このようにあるユーザーさんが投稿したボディパーツ 3D の画像を利用して、作った動画がこちらにあります。たくさんあります。ですから、これで何がいいかって言いますと、皆さんがこう動画を作るのっていうのは結構時間がかかって大変だと思うんですけれども、そういった時に、こういうサイトに行って、こちらをダウンロードしていただけますと、そのまま、使えるということです。ですから、逆に皆さんが何か作っていただいた時は、こういうところにアーカイブしていただきますと、誰もが使えて再利用が広がって、みんながこう便利になるというようなことになると思います。でこういうふうにウィキペディアコモンズでこういうふうにこの動画をアーカイブしていただいたおかげで、再利用とかもいろんなところで広がっておりまして、こちらは科学のカナダのテレビ局が作った科学番組なんですけれども、そちらの
アミグダラっていう、これもやはり脳なんですけれども、こちら赤いところがアミグダラっていうところなんですけれども、こちらの場所の説明にこのウィキペディアコモンズの動画が使われたりもしました。で、次の 例なんですけれども、先ほど川野先生の方から統合データベースセンターの、データは、まあ、多くのものは大体無償でダウンロードできるっていうふうに説明があったと思いますけれども、ボディパーツ 3D のデータもダウンロードできます。でこちら、ボディパーツ 3D のデータをの、これは生データなんですけれども、心臓のデータなんですけれども、こういったものをダウンロード、丸ごとダウンロードしてきまして、この方は、この利用者は何をしたかといいますと、これをダウンロードしてきたら、それをシリコンやゲル剤などで、この 3D の形を再現して、それを何か、医者が、カテーテルとか内視鏡を入れる時の練習用として使われているというようなことも一部聞きました。あとは2つ目の使い方としては、人体の上にデータをマッピングして可視化するという方法です。データの中には臓器に関するデータもたくさんあると思うんですけれども、先ほど、レフェックスの、説明で、川野先生の方から説明があったと思うんですけれども、臓器別の遺伝子の発現データとかも、臓器に、マッピングすることによってヒートマップを作ることができます。これは先ほど、説明がありましたものなんですけれども、発現パターンを臓器別に探すことができるページもありますので、そちらで臓器をクリックしまして、臓器をクリックしますと臓器で発現している遺伝子の一覧表っていうのが出てくるんですけれども、こちらのこの部分がヒートマップになっておりまして、このように遺伝子ことの臓器別発現量のマップ、ヒートマップって書いてあるんですけども、このようなものを作ることができます。こういうふうにヒートマップにすると、何が便利かって言いますと、ある遺伝子に関して多く発現している臓器とそうでない臓器が、パッと見て分かるというところが、いいところです。では最後に、実習に入る前にボディパーツ 3D の特徴について説明します。まず利用条件についてなんですけれども、先ほども説明がありましたように、こちらも無料無償利用が可能で、改変再配布が可能です。また3次元ポリゴンメッシュの生データもダウンロード可能です。こちらをダウンロードするためにはどうしたらいいかといいますと、ボディパーツ 3D のページの一番右側のインフォメーションのタブをクリックしていただきまして、それからダウンロードっていうところをクリックしていただきますと、こういうページが出てきます。このページの生命科学データベースアーカイブというところをクリックしていただきますと、このようにダウンロードサイトのページが開かれます。ポリゴンの生データは2種類あるんですけれども、これどちらも同じデータです。ただ何が違うかっていうと、粒度が違って、上の方が削減率 95% となっていて、こちらが下が 99% となっていますので、上のデータの方が、より細かいデータとなっております。利用許諾についてはこちらのライセンスの方のページに行っていただきますと細かく書いてありますので、参考になさってください。こちらのデータをお使いになるときはライフサイエンス統合データベースセンターというクレジットを入れてください。あとボディパーツ 3D の2つ目の特徴なんですけれども、こちらは全身モデルであるということです。結構研究の中では心臓とか脳とか個別のデータベースっていうのは結構あるんですけれども、全身を網羅しているというデータベースはあまりありません。
で、何を目指しているかといいますと、解剖学学会が定めた解剖学用語集っていうのがあるんですけれども、こちらの用語集は約7000ぐらいの用語が入っております。それの用語全部を網羅することを目指しております。 では、今どのくらいパーツ数があるのかということになりますと、これは、2011年6月20日に、新しいバージョンがリリースされたんですけれども、こちらのバージョンでは、前のバージョンと何が違うかといいますと、特に神経系の改変を行いました。神経系といっても、中枢神経と末梢神経があるんですけれども、主に中枢神経、しかも脳だけです。脳の改変を行いました。前のバージョン 2.0 では脳は主に模型をもとにして、形状が作られていたんですけれども、 3.0 になってからは、脳研究の間で使われている標準的な CT モデルっていうのがあるんですね。そちらをもとにして、それをもとにしながらも、ただ、こちらの脳みその形と、骨の形というのは違いますので、このままそのまま CT データはこのモデルには合いませんので、そちらを元にしながら、いろんな臨床の先生方が使っている、詳細な記述のある参考書を、読みながら、こちらのデータを作りました。で、今全部でだいたい1523パーツあります。1523パーツですと、先ほど解剖学会の用語集が7000あると言ったのですけれども、まあ、1523でちょっとしかないじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、解剖学用語の中には、領域を設定するとか、領域、例えば胸郭っていう場所は胸の肋骨の中の場所なんですけれども、胸郭っていうか、そういう領域であったりとか、点とか線っていうの定義があるんですね。心臓の先の部分とかは心線っていうんですけれども、その線のこと、その心線という場所は点なので、形を作る必要がない。それはそういうものは、コンピューターの方に定義してあげることによって自動的に、作ることができますので、大体形として作らなければならないのはあと約1000から、多くて2000ぐらいだと考えております。で、こちらは、私どもが調べた3次元データが利用可能な人体モデルですけれども、対象が全身で、パーツ数がそこそこあって、無償で再配布可能というデータはほとんど全くありません。で、全身でパーツ数がそこそこあるものはお金がかかっておりますので、有料になってしまうということです。あと、脳であるとか、腹部であるとかいうものに関しては、無償で、再配布が可能なものもあります。あと、座標系なんですけれども、こちら等身大モデルですので、座標、原点はどこにあるかといいますと、こちらの足元の正中線、足元のかかとの位置と正中線が交差したところに原点があります。横軸が X、 縦軸が Z、 奥行きが Y 軸です。なぜ Z 軸が縦方向になっているかといいますと、 MRI とか CT とか、あと解剖学とかは寝た状態でやるので、Z 軸が縦軸になっていることが多いので、このような座標になっております。最後になりますが、最後の、第3番目の特徴は、解剖学ボディパーツ 3D は解剖学資料を準拠を目指すということです。どういうことかといいますと、先ほどもちょっと言ったんですけれども、特定の、CT とか MRI 画像をそのまま使いますと特定の個人になってしまいますので、特定の個人でありますと、人によって O脚であるとか、あと、ちょっと
頸椎が頸部の椎骨が7個ではなく8個あるとかいう人もいますので、それそういうことになりますと、まあ、O 脚であるとかいうことは別に大したことじゃないと思うんですけども、まあ、そういうことになりますと、科学の分野で使うモデルとしてはふさわしくないので、まあ、標準的なモデルを目指しております。標準的なモデルを作るためにどうしているかといいますと、教科書や論文にある出てくる標準的な臓器のサイズあるとか、臓器同士の位置関係をできるだけ、それを細かく調べまして、それをできるだけ満たすように作っております。でこのようにして作ったものにメルクマール、臓器同士の位置関係に関して我々はメルクマールと呼んでいますけれども、こちらのメルクマールに関した、こちらの形を作る上で準拠したメルクマールの情報をメタ情報として公開もしております。メルクマールというのを簡単に説明しますけれども、これは人体を左横から見た図です。こちらが、これが肋骨で、ここが肺、心臓、それから椎骨、まあ、器官となっております。とこちらに、T4、T5 って書いたんですけども、これは椎骨の4番と5番の間です。こちらの4番と5番の間というのは臨床学的に結構重要なポイントになっておりまして、まず最初に胸骨郭を、この4番と5番の間はここ胸骨郭を通る。胸骨郭というのはこの皆さんここ胸のところを触っていただくと分かると思うんですけど、ゴリッとしたところがあるんですけども、それが胸骨郭です。そこを場所を通る。それから大動脈球、ここにちょっとこう赤いのが見えてるんですけども、この球の始めから終わりであるということ。それからこの気管、ちょっと横からなので見えませんけれども、気管が、気管支が、気管と気管支で、気管支が、左右に分かれる、分岐する点になっております。それから肺動脈管の上端、右心室から行く、動脈管ですけれども、それの上端がここに来るということです。こういった情報を、このようなモデリングノートとして我々は公開しております。まあまあ、そのメルクマールだけでなく、何を使ってそういうことを、メルクマールに対するどういうものを使ったかという参考文献などもこちらにまとめておきました。こちらの、リリースノートはインフォメーションタブからユーザーガイド、リリースノートを、プチッと押していただきますと閲覧可能です。開発体制なんですけれども、大久保先生、大久保耕作先生という人が、開発責任者なんですけれども、この方を筆頭にこのようなメンバーで開発しております。でそれでは、皆さん実習に移っていきたいと思うんですけれども、お配りしてある、紙を参考にしていただきたいんですけれども、あとでコピーペーストしたいので、MODDB のアナトモグラフィーのページも開いていただけますか。あ、出ないよ。こちらの、ボディパーツ 3D のページも、開いておいていただけるといいです。あと別のウィンドウでボディパーツ 3D のウィンドウを立てていただきたいんですけれども、皆さん、はい、インターネットエクスプローラーのバージョン対応って8でしたっけ。全く表示されないらしいんですけど、9じゃないですか。
まあ、あのこちらの紙の通りに、示した通りにやっていただくと、できるんですけれども、こちら、アイコンが出てきたら、一番上、人体っていうところを表示させといていただけますか。こちらを表示してもらいまして、このアイコン、こちら、心脈管系というものを下にドラッグして、それから呼吸器系というのがここに見えるんですけれども、そちらもドラッグしてパレットの方に入れていただけます。ちょっと皆さんが同時にやると、もしかしたらちょっと動作が遅くなってしまうと思うんですけれども、ちょっと動かなかったら少し待ってみてください。で、それからアナトモグラフィーというタブをプチッと押すと、このように描画されます。そうしましたら、じゃあちょっと上から順番に説明していきたいんですけれども、この一番最初、イメージコントロールというタブ、一番上にあるんですけれども、こちらをプチッとやっていただきますと、このような画面が出てくるので、これですね、こちらをプチッとやると、このように動きます。で、上に回したいときは上を押して、下を回したいときは下を押す。実はこちらは、マウスでも、操作できまして、今ここにこのマークがあるんですけども、このマークがな、水色で濃くなっているときは、回転ができるということなので、左をクリックしながら回していただきますと、画像が回転します。ちょっと皆さんでやってると動作が遅くなってしまうので、動かなかった時はしばらく待ってください。で、それから上下左右に移動させる時には、こちらをポチッと押しまして、また左ドラッグでこういうふうにしていきますと、上下左右に動きます。で、次に説明したいのは、今パレットというタブが開かれているんですけれども、こちらをピックというところを、タブをクリックしてください。そうしますと、クリックをタブした状態で、この臓器、例えばこちら、この臓器をプシッて、クリックしますと、このように今自分が何を見ているかというのが分かるようになります。説明書の方では、ピックがこちらになっているんですけれども、ちょっとこちら書いてからちょっと改変を行った関係で、ちょっと細かいところ違っているところもあります。で、それから、次に、こちらの色を、変える方法なんですけれども、すいません、パレットの方に戻っていただきまして、こちらパレットの方に戻っていただいたら、こちらカラーというところの下に、このカラーのアイコンがあると思うんですけれども、こちらをプチッと押していただきますと、このようにカラーピッカーが出てきますので、
自分の変えたい色に変えて OK を押すと色が変わります。こちらも同じく金庫とかやると色が変わります。であと透明度、こういった臓器が重なっちゃっているところとかは、まあ、その臓器が奥の臓器がわからないので透明度を上げたいなとかいうときはこちらをやはりこの 1.0 って書いてあるところを押しますとこのように、数値が出てきますのでこの下のところをポチッと押しますとどのぐらいの透明度にするかというのが出てくるので適当に変えてエンターを押していただきますとこのように透明になります。で、このイメージのところにローテートっていうのがあるんですけれどもこちらは、前横後ろ頭から見るっていうところをだったらこうデフォルトになっておりましてこの角度を前から見た角度に変えたいという時はここ一番上をクリックしていただきますとまた元の画面に戻ります。で、あ、そうだ、次に、こちら、書いた臓器を消したいなという時はこちらのところにリムーブという項目があるのでそこをクリックしていただきますとリムーブされます。また復活させたいときはもう一度リムーブを押していただきますと戻ります。であと先ほど話したピンとレジェンドについてお話しします。すいません、今、透明度が、画像に透明がある方は、オペシティを、1.0 に直して不透明に戻しておいていただけますか。透明は透明の臓器に対しては、ピック機能が使えませんので、このように、ピックしても色が変わらないことになりますので、とりあえず不透明度を 100% に戻しておいてください。で次にピンについて説明しますけれどもピンっていうのは、このようにクリックしていただきますとあら、あ、このようにクリックしたところが出てくるんですね。で適当に3臓器ぐらいクリックしていただきましてこの一番ここの右のコラムの一番下の方にあるディスクリプションっていうところをクリックでチェックを入れていただきますと今クリックした臓器が何であるかっていうのがこちらに出てきます。あとレジェンドっていうのは何かと言いますと、こちらの方に、何かコメントをできる、ところになっております。例えばここのレジェンドっていうところを押しまして例えば「はい」とか入れていただきまして。はい、まあレジェンドって何か説明何でもいいんですけれども排除用とかでオーサー誰かって言ったら、統合とかこのようにして、ドローレジェンドっていう四角いところをにチェックをしていただきますとこの画面に対してこのようにコメントすることができます。
でこうやってコメントしたことを、みんなで共有したいなっていうこともあると思いますの でそういう時はこのエキストラっていうタブが見えると思うんですけれども、こちらをクリックしていただきまして、一番下のリンクというところをクリックしていただきますと、このような画面が出てきます。と、まあ、このまま、一番上は、このリンクでして、これを動かないコピーしていただいてもいいんですけれども、これだとちょっと URL が長いので、上のコンバートショートっていうところを押していただきますと URL が短くなりますので分かりやすくなります。でこちらをコピーしていただいて OK していただいて、まあもう一つタブを開いていただいて、こちらを貼り付けていただきますと、また同じここに同じ画面が出てきます。ですのでこのこちらで使ったこのリンクの情報を、まあ、メールとかに知り合いの方に送ったりしますと、このように今見てる画面が同じだよっていう、同じものを見る、共有することができます。またここは、リンクって書いてあるんですけれども、これは画像のリンクですので、こちらをコピーしてまた同じように貼り付けていただきますと、今度は画像情報を共有することができます。あとこちらは前みんなホームページとかよく皆さん、やってると思うんですけれども、そちらにこの画像を貼り付けたいときはこちらをコピーしていただいて、そちらの方に貼り付けていただきますと、この画像をがそのまま、表示されますなどです。あと最後にヒートマップに関して、簡単に説明しますけれども、ヒートマップを作るにはパレットを開けてください。パレットを開けたら、ちょっとこのこの情報はいらないので削除します。削除するには、こう一番上を選んでいただいてディリートを押しますと削除できます。で、どうしようかな。ちょっと今、もう時間も迫っているのでちょっとやってしまいますけれども、あ、このアイコンをダブルクリックしていただきますと、こちらもそうなんですけれども、この消火器系の、今消火器系を選んだんですけれども、消火器系の下の構造物が出てきます。なんで、ま、今適当に小腸と大腸を入れます。ちょっとレジェンダーを消したいので、でそしたらパレットから、このマップっていうところをポチッと押していただきますと、このようなヒートマップのバーが出てきまして、ここにバリューっていうコラムが新たに追加されます。このバリューのところに例えば100とか、まあこれ今任意に入れますけれども、皆さんのデータの数値をこちらに、1500とか入れていただきますと、あ、色がこう同じになってしまった時はですね、こちらなぜ同じ色になってしまうかというと、これあまり100と1500ではあまり数値に差がないからなんですけれども、これも解消できます。ウィンドウコントロールの十字をパチプチッと開けていただきますと、こちらヒートマップっていうこの項目が出てきます。ここのマックスとミニマムの値をマックス1500、
ミニマム100とかにしていただけますと、このように色が変わります。なんで、まあ、ここに、まあ、一つ一つ自分の入れたい、器官、臓器を入れていただいて、一つ一つバリューを書き込んでいただいてもいいんですけれども、まあ、たくさんのデータになってしまうと、ちょっとそれももしかしたら間違えてしまうということもありますので、そういう時はこちら、ペーストっていうところがあるんですけれども、こちらに、このようにこれちょっとサンプルが載ってるんですけれども、臓器名、英語で定義してください。英語と英語名とバリュー値を、例えばExcelとかでこう表にしてあるものとかそういうものでしたらそのままコピーしてきてここに、例えばこれをこのようになっているものを持ってきてコピーペーストして OK してあげますとこのようにヒートマップを簡単に書くことができます。まあ、詳しくは、こちらの我々のページの、インフォメーションの方のボディパーツへようこそユーザーガイドの方にこちらにどのようにしてヒートマップを作るかとか、今日見た、基本的な操作の仕方であるとかいうことをこちらの方に載せてありますので参考になさってください。でそれでは私からのこれで終わりたいと思いますけれども。